どうも、寺木です。今日もミンゴリやっていきましょう。じゃあトリマデイリー今回やっていきたいと思います。一発アルバトロス入ったら、連続アルバトロスチャレンジやります。そこからアクポリにします。で、ブレチェック、まあ左かな。で傾きチェック、1、1、1、2ぐらいかな。1、1、2、これでどうかなって感じなんですけど、どうでしょうか。左に行くよね。だからこれで OK。 入る入る、これで入るで行きます。43 OK。 微妙か微妙か微妙か微妙だ。惜しいな。まあ最初は外れと。まあ3本全部外れっていうパターンもあるんですけど、プレチェック、左かな。で傾き、これは1の5、1、2、3、4、5なんですけど、これ入るよね。で左に傾いてるから、いいと思う。これいいと思うよ。これでいいと思う。4.3、これぐらいかな。いやーダメか。これブレか。これがブレか。これブレか。今これはブレだ。難しいよな。そう、ブレを読めてないと今のようになる。少なくとも左に行くと思ったんだよね、さっきの。だからブレだと思う。今のはブレ読めてないんですよ。なんていうか、大体こうだろうでやってるから。で、お、ブレなし。ということで、ちゃんと読みさえすれば入るはず。傾きは、3かな ?3 か1、3かな?ちゃんと読めれば1、2、3。で、これで逆になるから、1、2、これで入るでしょ。これは入る入る。これかなり自信ある。で
プレもないし、2かもしれない、ちょっと微妙かもしれないけど入れよう。あーダメか、左2だ。いや全然違う全然違いました。そうなってくると入るまでやる。さっきのはもうボーナスだと思ったんだけど、ブレか、あれが、あれもブレか。ブレチ、右ブレって感じだ。んで、あー、これはブレ、傾きで右ブレだよね。だからこれでいいと思うんだよ。あーこれでいい、これでいいはず、これでいいはず。まずは決めよう一回。ダメか。ダメか。予測が全部外れていくっていうパターンだよな。これって何なんだろうね。しかも今日に限ってバンバンジャストショット決めるんだけど、外れる時に限ってジャストショットがすごい外れてない今まで。左ブレだけど傾きは、1の2か、1の2。これで左に行ったんだっけ、右に行ったんだっけ。こういう時に失敗するんだよね。まあブレずに打つか。ここでいいと思ってるしな。うわ外した。うわこれって 0.6 リロンの範囲か。今 0.6 で移行してんだ多分。だから 0.6 を使います。で、行ってない 0.6 リロンでいいと思う。これはあの傾きの考え方をまあちょっと間違えてるというところもあって、ブレはまあこの場合関係ないんですね。右ブレで 0.6 リロンなんで、まずここで2回で、これで16.66 になってるんですけど、一回ここで 1,2,3,4,5,6,7,8 これで 0.66 左にずらした状態になってます。でここから傾きがどうかを見る。でこれはこれ5だと思うんだよな。3じゃなくて5だから5だと思うけど5じゃないんですよ。4.66 なんですよこれ。だから4なんですよ。
1,2,3,4 これで入ると。弱め、イメージしたものよりも弱い、1ではなく 0.6 これで入るよね。42、うわー外した。悪くない悪くない悪くない、考え方は合ってる。でさっきまでやってたのは 0.3 理論だったんですよね。 0.3 理論は基本楽なんですよ、やる分には。 0.6 はちょっと時間かかるんでちょっとやりづらいんですけど、ただこれだけ外れるってことは 0.6 理論使った方が今日はその具合がいい。でも途中で 0.3 に変わるんだよね。そこの見極めだと思うんだよな。ブレなしと思いたい。傾きは右5なんですけど、ここは弱めなんで、その場合どうするか。1,2 まずはこれで 0.66 作って、傾き5なんで、16-5=11だからここで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 でこれで 5+0.66 5.66 になったんですが、実際よりも飛ばない、傾いてないということで 4.66 にします。はい、これで 4.66 です。ああ、ダメか。まあ、なんとなく外れるっていうのは分かったんですけどね。これは。ああ、外れるなっていうのは分かってた。読みが間違えてた。正解は 2.66 でした。はい。ずっと入ってません。これはやりません。ブレ、右ブレかな。で傾きチェック、これはそう、とりあえず2横にして 0.66 を作って、それから1の5なので何部だっけ、3か、3123、これで1の5の 0.66 がつくですよね。でこれをどうするかなんですけど、まずこの状態で大きいんですよ、ブレが。で入るかっていうと、これどうだろうな、ちょぴったりかな。かなり右にやってる感じなんですけど、前回入らなかったから多分この調整いると思うんだ。いきましょう。41、
オッケー、まずは1本。あー決まらなかった。まあでもこういうことですね、うん、まあこれはね本当はバーに当てたいんですけど、なんて言ったらいいのかな、まだそこまで到達してないので、まだ一本も入ってないし、そこまで考えることはしなくていいと思う。まだ本当にそこまで突き詰める段階になってないので。左ブレ、これで入るかな。正直わからん。うん、正直わからん。これでいいや。46。これむずい。全然わかんなかった。右ブレ分があったのかな。ブレチェック、ブレ、右ブレかな。はい、5だと思うけど 4.6 でいい。で右ブレか、12で1,2,3,4,5,6,7,8 で 1,2,3 これで 5.66 なんですけど、これで 4.66 で右ブレもあるからこれで入るんじゃないかなといい感じになるはず。これは結構自信ある。うわ全然違う。え、これまたあれ失敗した。3だった5じゃなくて。マジか。マジ？そう、そこ？5ブレと3ブレ、いや、5傾斜と3傾斜を理解できてないのか。3傾斜だった。未だ一本も入っておりません。右ブレで、これはこれどっち、ブレてない下。このまま打ったら、この打ったら入るか。ブレ計算で言うと右ブレなんで、このまま打って入るんですけど、2にしてみようか。2はダメ。1か。これかなり微妙。1は入る感じはする。これで入れるか。ああダメか。
ダメか。ダメか、全然ダメだ。いやー厳しい、ブレてた。右ブレか。いやそれは、うん、まあまあまあ入らないのはしょうがない。ブレナシャンテの時に決められるかどうかだね、こうなってくると。ブレ判定、まあブレなしで、右ブレ、ブレなしか。いやいやいや、傾きは左に傾いてるか。いや右に傾いてるように見えるんだよな。これ拡大すると左、いや右か、右に傾いてるのかです。これは 1?3 か。いや2にしとくか。いや3か。3か。いや悪くない、悪くないけどなんか自信ないな。こんだけ外してりゃ自信もなくなるわ。決まったか。よし、オッケー。いまあこれは 0.33、0.66 理論は使ってないですね。使ったらもっとうまくいくかもしれないけど、まあ本当に読めてないとダメだし。でこれから、連続アルバトロスチャレンジやります。ブレチェック、ブレはないかな。ちょっと左に行きそうな感じがあるぐらいで、傾き、これ5なんだろうか、3なんだろうかな。5か3を、これ3か、これ3か、5か3を間違えるんだよね。3、もうこれ3にしとっか。1,2,3、もう少しずつ覚えるしかないわ。もう、うわー全然違う、嘘だろ。連続アルバトロスチャレンジはこれにて終了。いやー全然違う、逆まあまだまだ勉強が足りませんな。で、ランクもやります。はい。
やっぱダメかな。ちょっとね、2打目狙うので、ここか。よし、傾きがないのが大事。Tちゃん決めていく。よし、相手が先。弱め。風頼むぞ。関係あんのかな。これちゃんと落とすのが大事か。2.8 上、傾き結構あるな。で、右左ブレって感じはする。でこれは1-2ぐらいか。1-2右ブレだよね。まあこれぐらいか。でリボショーがいいかな。ぴったりか、ちょっと強め。 OK。 いやー、どうだ、もうちょい傾けた方が良かったか。危ない。頼むぞ。決めてくる。よし、これ決めたら勝ち。負け？負け？マジか。はい。デイリーコン実況プレイ、なんか腑に落ちないな。ワンちゃん、ダッシュちゃん、これね、やっぱり決まる決まらないの差がわからん。自分の目が節穴になるだろうなとは思うんですけど、なんで決まんないんだろう。ここだね。こんだけやって決まらないのがわからん。もっとバシバシ決まってもいいようなものをプレなし。傾きは1。これ傾き1なんですけど、なんかね、これで入らなかったんですよね。すんごい右で。気持ちこっちにやっといて、下43、これなら入るか。経験則ショット、 OK。 まあ決まったからには連続アルバトロスチャレンジでいくか。
今のところ最高は3回。このアルバトロスチャレンジ紹介するときずっとこの連続記録は3回ですって言い続ける可能性はある。それが嫌。サクサク更新していきたい。めちゃくちゃいいなこれ。ブレもないし傾きもないんじゃないかっていうぐらいない。右に傾いてるかな。いや、右？いや、このまま打っていいだろう。 0.3 左入れるか。はい、 0.33 左入れます。 1,2,3,4,5,6,7,8 これでどうだろうね。これ、うん、2回連続アルバトロスチャレンジ。うわ、ダメか。いやー、むずいなー。かー、なんでだ。まあ、もうやめましょう。じゃあランクマもう一回。相手が先。強っ。え？だよね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 。よし、んで見ますわ。右ブレ、うん、この右ブレは正直に使うわ。だ、左に調整して、で、さらにここで、うん。傾きってこういう時こうみたいな見本がないよね。これ2はないと思うんだよね。1の傾きはあるんだけど2の傾きはなくて、このこれ傾きが分かんないんだよ。1の5とか3か。1の3、いや、もっとか。1の5かな。うん、まあいいでしょう。まあ1あれで、ぴったりちょい強めかな。うわー、うわー、うん、まあ飛んだところは悪くないか。ジャストショットすればいいところには落ちたかなっていう感じ。どうだ。おお、何今の。挑戦者来そうで来ないパターン。
なためが長かったような気がする。一発縦1ブレチェック、ブレは右でもないでいいのか、ないでいいや、どうしようかな。いや、マイチャレ上か。気持ち次第にしといて。 8.1 は、どんぐらいだろう。気持ちでいいかな。ちょっと上なんだよな。だからこんぐらいかな。8なんだよね。だから半分の4だと超えるか。これぐらいか。上だった。うわー、惜しい。やばい。うおー、なるほど。しまったね、これは。これはしまった。ライジングショット打てば入ってたかもしれない。まあまあ、勝ちです。ちなみに、ブレてたってことか。左ブレだったんだな。むずいな。来るか？来ない。これ普通のやつ、普通のタイムラグ。よろしくてよ。421。あー、どうする。これ下、これはやだな。普通に仕事したくないわ、ここで。ここ打って大丈夫かな。もうちょいか。この辺かな。うまい。ダメか。なるほどね。5。いや、5でしょ。1,2,3,4,5で、上もう当て入れるつもりで打ちます。ダメか。足りてない。パワーが足りてない。負けるし、しかもこれ負けだわ。このラフ分のパワーを考えてなかった。うわ、外してくれよ。入れるか。はい。来い。来ない。3m の風。ここは
長フルで届くのか。どうすかな。無風だったらいいのになってやつなんだ。リボルバー、フォーミング無風の上で351でここか。351だと届かないんだな。まあ無風でいけるか。一回外に出すな。この辺で打って一回外に出す。3メーターの風、これで外に出そう。わあ、外に行かない。ちょっと弱かった。1800-1800の対決。そうだ、外す。じゃあクルパ対決だ。ダメ。よし、得点つければよかった。来い。1倍しかもノーザンナイツ勝てないって。極寒ではない。まいっちゃれ。なんか右に行きそうな感じはある。でした。まあ強めに打てばいいか。ちょっとちょい強めぐらいじゃない。こんぐらいか。はい、入れます。あー、全然違う。全然違う。負けるか。1倍だぞ相手。勝ったな。当然。どう？ぴったりでよかったのか。ハワイアン。まあここぐらい届くでしょ。
相手のショットを見る。ちょい強めか。そこ。おーん。おーん。ぴったりってことか。で、まあ左ブレって考えてよし。マジ。左ブレだからこっちか。で、ここから1はあると思うな。1はあるでしょう。まあそれぐらいかな。うん。で、マイチャレでいいかな。うーん、どうしようかな。マイチャレちょっと弱いんだよな。ディボショにしよう。1350。うん。で、ぴったりでいいだろうな。これぐらいでいいはず。いやー、いや強すぎたか。どうだ。よし。読み切れてない。2倍。そこくら。ブレチして、ブレ、んー、どっちだこれ。ブレなしか。これどう見たらいいんだろう。左っぽいけどな。決めに行くぞ。 11.1 下ぴったり。うわーだね。うん、まあまあまあ、考えは悪くない。考えは悪くない。うん。左ブレっていうところは合ってるんだけど、どれぐらいの左ブレかわかんないんで。勝ったでしょ。余裕勝ち。よし。頼むぞ。そこだろうな。よし。特徴になってくるのか、あとは。まあ特徴掴んでやり続ければいいだけか。はい。グランドロックバレー。これいい。衣装が。まあ何も考えずに言うと、論破になる可能性はある。あ、ならないか。パワーショット。もう入っちまう。
17m 1.4 倍。で 29m でしょ。ブレないかな。左っぽいけど、左っぽいけど、でこれは12、この角度が導き出せないんだよな。まあ、これぐらいか、これぐらいか、これぐらいか。長方ミングで32。相手が決めなければ、相手が決められなければ勝ち。あ、やっちまった。やっちまった。はい。パワーを間違えてるな。だな、そこだな。来い、来た。5倍の脳座。よし。極寒はない。極寒はないから、まあなんとかなるか。リボショー。あー、じゃあこれか。マイチャレにして 6.4 上にして、ブレチェックは左、いやブレなしと見るか。左、左だよな、これ左です。でぴったりでいいか、上。うん。いや、全然ダメだ。全然ダメでした。まあ、それでも勝ったかな、どうでしょう。例に。よっ！おっと？あー、もうこれは勝ちです。ははうん。オッケー。やーい、わーい。なーらら。443。風。48。95、03。
いける？おお。1.4 か。まあ左かな。でこの角度、これ3だと思うな。1、2、3、これでどうだっていう。4かな。4、これやりすぎだと思うんだよね。なんだよね。1、2、3。まあここかな。で、まあいっちゃれ。マジで入れる気でいく。2.1。ちょい強めでいいか。2.1。これぐらいかな。いや、これって、60ヤードで48。こんぐらいか。むずい。負けた。パワーの入れ方がわからん。やーい。うわぁ、うわぁ、やめますか。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。